アラベノサルです。こんにちは、千葉サラです。今回のテーマは、メキシコは治安悪いですか？なんか本当にこの質問多かったんだ。だからね、ちょっと動画にさせていただこうかなと思って。一人一人に返すのもちょっと大変だし、文章だとさ、全部伝えきれないじゃん。本当に参考にしたかったら、今メキシコにいる人の動画とか多分見た方がいいと思う。本当に多かった、マジで。メキシコに興味があるんですけど、治安怖くてまだ決意できないとか、なんかそういう方たちから結構質問もらったんで、はい、ちょっとそれについて喋らせてもらおうかなと思います。ラーメン食べながら。ちょっとさ、最近すげえハマってるラーメンあんの、これ新ラーメンって思った。いやでもね、これ本当に美味しいの。焼きそばバージョンだよ、新ラーメンの。ちょっと準備します。いやでも私もメキシコめっちゃ長くいたわけじゃないけど、こうして参考にしてくれるとすごい嬉しいよね。ありがとうございます。やっぱコメントいただくとさ、励みになるっていうの、すごい嬉しいんだよね。最近さ、私さ、すげえマイペース配信になっちゃってさ。そうだから今回は、質問の多かったそのメキシコは治安悪いですか、この動画を作らせてもらおうかなと思って、どうせネタねえんだろうって思ったやつ、正解。本当にやることなくて、なんか質問バンバンもらえると逆にありがたいんですよそんなコメント数ないから、まだ困ってるんです。もう私本当に1個の質問で酒飲めるぐらい、普通に3時間ぐらい喋ったりするの、長い時やばいよね。ちょっと早めに切り上げたいと思います。最後まで聞いていってください。よろしくお願いいたします。はい、メキシコは治安悪いですか？メキシコ自体の治安は、まあ私が言わなくても皆さんも分かってると思いますけど、治安は悪いと思います。ただ私がメキシコ行った時にその質問が多かったの、それって実際行ってみて治安どうですかっていう意味だと思うから、実際行った経験の私の考えを言わせていただくと、思ったよりそこまで治安悪くないなって私は思った。アメリカにいる時にみんなが、え、メキシコ行くのやめなよ、危ない危ないみたいな感じで言われるから、そんな危ないのメキシコってと思ってそこまでじゃねえだろみたいな、とりあえずなんか行ってみないと分かんないじゃんみたいな感覚だったけどさ、ちょっとビビってた。だからその気持ちでメキシコ行ったら、なんか意外とそうでもないなって思ったんだよね。治安が悪いエリア、あ、ネットで調べたら出るんで、私はそれを Google マップに記入してた。本当にね、場所による。まあでもやっぱりさ、貧富の差が激しいから、そこら辺にはいるだろうね、こういう人。そこは気をつけた方がいいと思います。まあ私は強盗とかなかったけど、知り合いとかは普通にあったし、聞いた話だけど日本人が誘拐されたとか、実際に日本人がね、あの殺されてしまった事件とかもあったじゃん。行くとしたら気をつけてはほしいけど、必ずなるとは限んないから。私はね、別にメキシコに限らず、もうどこ行っても危ないと思うんだよね。どこも治安悪いと思ってるから、結構警戒心強めで行くんだけど、警戒心緩めるとね、危ないよ本当に。もう観光客だなって、あの分かるから、その観光客狙いの犯罪者とかね、現地人を装って歩いた方がいいよ。あとは視界は広げとくこと。私歩いてまっすぐ見てても、実は180度見えてますよ的な感じで歩く人だから、結構ね、不審な人とかすぐ分かるの。なんかもう、あっち、昔さ、痴漢にすごいあったのね。あのもう高校生ぐらいの時だと思うけど、本当に多かったのよ。スカート短かったからじゃねとか思うじゃん。長くはないだけど、私クソギャルだったからさ、すげえ勇気いんなこの痴漢って思ってまあ案の定捕まえたけどさ。だからかもしんないけどね、すっごいわかんの、あの怪しい行動するやつ。気をつけて歩いた方がいい。メキシコ私1年半住んでて、犯罪系は何もなかったけど、なんか変態みたいなやつがいたの。ランニングしてたね。あー疲れたーと思ってクールダウンでもう家に向かって歩いてたら、なんか変なメキシコのおっちゃんが、やべ、火薬あったよちょっと、なんかね、変なメキシコのおっちゃんが喋りかけてきて、僕はエステティシャン、なんか女性のために働いてるみたいな感じで言ってて、あ、そうなんだ、へーっつって歩いてついてくんだけど、僕は女性の悩みを全て解決する、ほら見てみたいな感じで携帯の写真を見せてきたのね。二重手術の写真とかかな、なんか鼻とかね。あ、整形してる人なのかなって思ったけど、その人が撮ってるっていうよりかは絶対ウェブサイトで撮ってきた画像だろう、なんかこいつが撮ったやつじゃないっぽいなみたいな、まあ、それはどうでもいいんだけど、ほら僕はこういうことしてるんだよみたいな、だから君もなんか悩みないって言ってるから、な、大丈夫、私は大丈夫です、ありがとうっつって、そしたら、いやでも君見るからになんか肩すごい凝ってるよ、確かに私は肩幅広いしさ、結構ごつい体だって言われるんだけど、あ、私健康体だから大丈夫、 OK、 アディオスって言ってそしたらなんか触ってきたの、首をね、ガーって。
ほら君ここすごい凝ってる、うわ触ってきたこいつと思ったけど、ちょっと気持ちかったな。いや大丈夫、グラシアスグラシアスみたいな。でも肩凝ってるってことはリンパがなんか流れ悪いよみたいな。ここも触ってきて、あこいつやべえなと思って、本当に大丈夫本当に大丈夫って言って諦めたのかな。もう私追っかけなくなったんだけど、ちょっと歩いてたら走ってきて、え君あの後ろから見てて思うけど、あの腰も曲がってる、歪んでるよ骨盤みたいな、失礼なやつだなこいつと思って腰をこう押してきたのね、ガーって。いやもう本当にしつこいと思った瞬間、そいつがさ私の前に来てズボンガーって引っ張ってきて、なんかパンツ見ようとしたのかな、ガーって引っ張られた瞬間私はもうブチ切れたの。いらねっつってんだろ、日本語でちょっとブチ切れて、多分私が切れたの分かったのかな。そこからどっか行ったけどね、話伝わった説明下手だからさ、なんか作りながらやるとそんなことがあったなっていう。強盗とかはないんだよ本当に。その危ない目に遭うかどうかは人によると思うし、運もあるじゃん、相性とかもあると思うから。前回の動画でも少し喋ったけど、私の知り合いがあのブラジルも結構さ治安悪いって言われてんじゃん。だけどブラジルではすっごいいい思い出しかなかったんだって。もう大好きって言ってた男の子がメキシコでしょっぱなバッグ取られてたから、メキシコ好きって言ってる人がブラジルは嫌だって聞いたこともあったし、本当ね人それぞれだと思うんだよ、感じ方とか経験することも違うじゃん。だから私は別に暑いな、あ目に入った、うわっ、いってちょっとやばいね、いって、痛い痛い痛い辛い、してみる辛ラーメンの激辛だれがさ目に入るってどう思う、最悪だよね。あーチーズ入れるの忘れた、もう喋ってるとさ頭が働かないんですよ。そうで、なんだっけ、目に入ったからブルーです私は。まあだからその私がタクシー危ないですって言った動画もあの本当に人それぞれだと思うし、まあ、メキシコシティのタクシーだからねあの話は。もちろんタクシー乗って何もなかったよっていう知り合いもいた。だから 100% なんかあるってわけじゃないけど、まあでも本当タクシーは気をつけて。私は乗ったことないからあの怖くて、リゾート地とか行ったら普通にあのタクシーは私も乗ってる。本当メキシコシティのタクシーがやばいって本当に聞いてたから。何年もメキシコ住んでる知り合いがいや絶対ウーバー使った方がいいよ、タクシーはやめなって言われたらそりゃ乗らないよね。まあそれでもなんか乗りたいって思う方がいれば、はいどうぞ乗ってみてくださいって感じです。でも気をつけて、ほんと置いてある水とか食べ物は絶対口にしないでね。たまにウーバーでも言われるんだよ、あそこに水とかいろいろあるからあの好きに飲んでねとか。本当に親切にやってくれてる人かもしんないけど、もう怖くて飲めないよね。実際飲んだ人でもう目が覚めたらボコボコにされてたとか、そういう話も聞くから、そう気をつけて。あーうまい、辛い、これ辛いんだ。いやどっちかっていうと私はカリフォルニアの方が怖かった。なんかマリファナ吸って行かれてるやつが多すぎて私が住んでたとこが治安悪かったのかな。結構ね夜中拳銃の音がバーン聞こえて、え何今の音、超でかい超近いじゃんって言って窓見てたら、ほんと15分か20分ぐらいしないうちになんかもうたくさんのパトカーの音だよ、ウェーってなんかもう何が追っかけてるような夜中の2時ぐらい、怖っと思って。まあ私本当に歩く人はね、カリフォルニアでもメキシコでもすごいもう1時間は普通に歩くんだけど、カリフォルニアはね本当にヤバい人多かった。まあわかんない、病気かもしれないけど、道端に体が大きめの女性が股広げて座ってんのね。もう横はバンバン車通ってて人通りが少ないんだけど、もう私だけ歩いてたよね。だからその人を避けなきゃいけないんだけどさ、もうその人体がでかくてさ道を全部こんな感じで座っててさ、おしっこ漏れてたのよ見えない相手にわー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 ってなんか叫んでんの、めっちゃ怒って超怖くてさ、私もうすっごいこんな感じで避けて歩いたけど、もうそこしか道がなかったわね。ほんと見えない相手に叫んでる人、もう目が血走ってる人とか、なんかそういう人が多かった気がする私はね。だから結構怖かったそっちの方が。メキシコはどっちかっていうとそういう人とはあんま会ったことないけど怖かったそうよく歩くからかな。いやでも本当にメキシコも同じぐらい歩いてたけど、私はメキシコの方が安心感がある。普通に歩いてる限り変な人は会わなかったし、私はね。なんかね甘いの、豆乳入れたからかな甘くて美味しいの。